はい、皆さんこんにちは、さちねです。今回は井戸水の水質検査に関する動画となります。 Amazon でね、こういう井戸水の検査セットっていうのが簡単に購入できますので、これでパックテストということで、調べたい水をですね、パウダー状の薬品の入ったパックで検査するということで、テスト内容が以下の通り、 pH とかね、鉄とか全硬度とか、まあ、そういった項目となっております。そして各項目の色のサンプルと照らし合わせて、基準内にあるかどうかっていうのを確認します。で、井戸水を容器に入れて、チューブを押して、で、水を吸い上げて5、6回振って混ぜて色を確認するということで、それぞれの反応時間がね、違っていきます。で、こちらはネットにあった水質の基準値なんですけれども、これを参考にしたいと思います。で、こういう紙が1項目ずつありますので、まずは pH、 水素イオン指数ですね、から検査していきます。こういう感じでチューブになっておりまして、下の方にね、薬品が入っております。こういう感じで入っておりまして、上の方にね、なんか紐のようなものがね、ちょっと硬い紐のようなものが刺さっているので、これを抜いて、でそこから空気を半分ぐらい押し出します。はい、ギュッと押して、で、化学薬品なんで、できるだけね、手袋とか眼鏡をかけて行った方がいいと思います。私は全然何もつけなかったんですけれども。で、こうやって半分ぐらい調べたい水をね、入れてシャカシャカと振って、 pH テストに関しては20秒だったので、すぐ反応がね、出たんですが、この色とこちらのカードの色をね、合わせて、だいたい pH7 くらいの中性だったので、基準値ないということでした。鉄2分やってきます。これね、今度白い粉が入ってる、白い粉、押して、振ります。振る。2分経ったらどの色かになる。2分経ちましたけど、ほぼ色は変わらずですね。 0.05 もないかも。白いから、これより下って感じですね。 pH、 あ、なんか紫っぽい、紫っぽいのが入ってる。このトーンさ、空気を出して、結果は50ミリということで、日本の水道法の基準が300ミリなので十分範囲内でした。ちなみに美味しい水の条件というのは、走行度が10から100ミリグラムと言われております。続きまして、 COD 化学的酸素要求量というのをですね、調べたいと思います。で、この COD というのは水質汚濁の指標の一つで、まあ、水中に有機物などの物質がどれくらい含まれているかということをテストするんですが、で今回の結果は 5mg/L ということで、まあ、ギリギリ OK でした、はい、そして最後に亜硝酸のテストをしていきます。これね、危険そうな物質が、これは2分一応全部終了しました。まず pH の方ですけど、これは pH 7.0、 はい。で、この鉄濃度に関しては全然色が出てないので、まあ、0.05 ぐらいかなっていうね、はい、感じです。で、
全高度に関しては 50ppm ぐらいですかね。はい、そして COD5 ミリグラムパーリットルですね。はい、こちらは亜硝酸はほぼ色が確認できませんでした。 0.02 以下って感じですかね。はい、はい、ということでこれからも安心して井戸水を野菜たちに使えそうです。よかったです。はい、ということで家庭菜園のですね状況をちょっとかなり前になってしまうんですが、春巻きの野菜たちの様子をですね少し動画にしてみたいと思います。まあ記録として残しておきたいというのもありまして、これが3ヶ月ぐらい前の状況なんですけれども、今随分もうね変わってきたんですけれども、こういう感じで種から育てたレモンとかですね、あとゴーヤとかピーマン、それと枝豆の苗をねこの時は育てておりました。はい、鳥に食べられないようにねネットを張っておきました。そしてお花たちもね、もういつも種からね栽培してるんですけども、マリーゴールドとか今回はコスモスとかなんかも植えてみました。あと種から育てたユズとかですね、あとデイジーですね、リビングストーンデイジーというお花とかですね、まあ、こちらはピーマンですね。でこちらはこれもねスーパーのアマオの種から作ったイチゴなんですけども、だいぶね今ね大きくなりました。こっちはキュウリと、あとはナスが少しありますけれども、はい、まだまだちっちゃいんですけれども、こっちはね赤玉ねぎでかなり密集しておりますけれども、なんとか玉ねぎね取れました。これがアスパラ でこれは100均の忘れなぐさと、こちらが中玉トマトですね。ちょっとね危険になっちゃってるんですけども、こっちもスーパーのね里芋を芽出しして今ずいぶんね大きくなってるんですが、あとみょうがと、でこれがもうナメクジに結構やられてしまった枝豆ちゃんたちなんですけども、やっと今ねさやが出てきた状態です。これは袋栽培のミニゴボウですね。あと今回初めてトウモロコシを植えましたけれども、天の銘菓の被害を受けることなく収穫ができました。でこっちはサラダビーツと人参ですね。あとミニトマトはもう毎年鉢で作っています。はい、あとイチゴですね。こちらが方向早生のイチゴで、去年かなランナーを株分けして、でだいぶ実ができました。はい、白ネギをねまた袋栽培してるんですけども、これもね結構よく育っています。あとミニカボチャもいつも場所がないのでスペースを稼ぐために鉢でねぐるぐる仕立てでやっております。はい、あと袋栽培のジャガイモとかねも作っております。こっちがキュウリですかね。はい、今もだいぶ大きくなりましたけれども、はい、今収穫真っ最中ですね。はい、あのスペースがあるところはもうすかさずこういったローマンカモミールとかですね、ハーブを植えたりとかですね、ちょっとしたまあ、あの可愛い植物をね植えたりしております。挿し木をしたローズマリーとかね、そういったものも育てておりまして、こっちは茎ブロッコリーかな、種が余っていたので植えました。これはバラですね。母親が挿し木したバラがこんなに大きくなってしまいました。でそして後ろの方の畑にはですね、初めて今回大玉トマトを植えてみました。あと残りの種でシシトウをプランターで植えたりしておりまして、かなり所狭しとですね、プランターとか狭い畑を駆使しながら、こういった花壇もね隙間を見つけては作って楽しんでおります。はい、でこちらの方が今年の春ですね植えた野菜たちになります。ちょっと株数がね多くて結構大変なんですけども、狭いお庭でね頑張っております。はい、今回は以上となります。どうもご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。